でこの年にハイハット設立してるんですよ。そうそう、2015年に言ったらその、はい、トーフビーツさんの、まあ、5周年だからね、2015年、そっか、その前のお世話になってた事務所さんを辞めて、でまあ単純に個人で、まあ、杉尾さんとやっていこうとしたんですけど、うん、ちょっとワーナーミュージック的にちょっと法人じゃないと契約できないんですよっていう決まりを後から知って、うん、その仕方なく実は作ったみたいな、作んなきゃいけなくなって作ったみたいな会社なんですけど、そうですね、なんでこの年はだから杉尾さんとの距離がねぐっと縮まって、あのソイシーって DJ ユニットを始めたり、一緒にねビジョンで DJ したりしましたね、トーさんとバックツーバックして、うん、あ2人で、そうですね、2人でアウトロックとか出ましたよね、まあ、アウトロックに出るように作ったよ、ね、そうですね、よね、このハイハットっていう社名の由来は、はい、あそうや、うん、これなんか、うん、この時にやっぱ会社の名前って縁起もんなんで、うん、まあなんすか、これまで作りたいって思ってたわけじゃないじゃないですか、うん、で急に作らなきゃいけなくなったんで、うん、なんか縁起のいい人に名前つけてもらおうと思って、うん、クラブで会った先輩にみんながみんなに会社名つけてくださいって言って、あ、みんな言ってたんですか、だからどんながいいと思いますみたいな、うん、で聞いてて、その時にもうベロンベロンのテイさんに、うん、テイとおわしに、はいはい、なんか高い一番高い音だからハイハットがいいんじゃないとか言われて、うんうんうん、でいろいろ検証した結果、はい、一番ほんまおしゃれやなってなって、あ、それでまあシラフのテイさんに再度確認して、ハイハットって名前にしたっていう感じですね。でも本当に豆腐に出会った頃から、はい、豆腐はテイさんのことをずっとフェイバリットに挙げてる人やったから、そ、ね、その人に自分の会社の名前つけてもらえるなんて、すごい光栄なお話やと思ってますね。いや、そうですね、めちゃ今でも結構本当にハイハットって名前にしてよかったなみたいな思います、うんうん、いい名前と思います、はい、すげえ名前じゃ思います、ほんま、ね、あの周年の俺これも